にちは、こんじきたまさぶろうです。今日はファーストペンギンやっていきたいと思います。これ9月末にねリリースされたゲームで、今はねプレイステーとあとパソコンでしか多分できないんですけど、明日ね10月3日、明日、スイッチでねリリースされるという、そういったゲームになってます。でね、なんか抜かすときにこれをね押すと早いんだって。三角ボタン、で抜かすとめちゃくちゃ速くなるみたいな、そういうゲームみたいですね。でこれ取って、 OK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  ちょっとよくわかんないけど、とりあえずね17人に残らないといけない。多分40人マッチで17人に残らないといけないって、あれ強いんで確か、あれ欲しい。取られるか。であとサバ缶を集めていくって書いてあったね。サバ缶を10個集めたらめっちゃいいんだって。で敵の近くに来たら三角ボタンを押すと、なんか速くなるっていう。あ、マックスになった。そしたらこれを押す。やっほーい、イルカに乗ってね、イルカに乗ってヤッホイモードで、ヤッホイヤッホイと、ベリーオッケー。さあ、こんな感じで、レースゲーム、いってー、これ爆発するんだ、いってー。レースゲームみたいな感じですね。レースゲーム。だマリオカートをかけるフォールガイズみたいな、そういう感じかな。さあ、マックスになったら、サバ缶を集めてマックスになったらこれを使うと。そしたら早いみたいです。あとなんかね、丸い玉みたいなやつがあって、それを取ると、なんかすげえ速くなるみたい。で敵を追い抜かしそうな時はこれをバコーンと押せばいい感じにいけると。やばい、結構追い込まれてるか。頑張れ、どうだ、 OK、 10位、ベリー OK、 ベリー OK。 40人マッチで17人なのかな。これを何回か繰り返していって1位を決めるみたいな、そんなゲームになってますね。一応チュートリアルだけ読んでね、完全初見だったんですけど、いい感じですね。僕どこにいるの。僕、おーい、コンタマー、どこにいるか分かんなかったわ。で、まだね、スキンとか全然持ってないけど、今後ゲットできるでしょうと。ゴールドラッシュって書いてるな。オッケー。ほら、みんなパイナップルとかね、いろんなスキンを持ってますが、僕は全然持ってません、そんなのはね。だからこれ初期スキン。あ、最初、色だけ変えれるんですよ、ここ。黄色にしました。最初赤か青かだった。スタートダッシュあるんだ。やばいな。スタートダッシュの時点、だいぶ遅れちゃってるけど。これ、上いける、いけないよね。上行けないから、結構まずいっすね、これ。どうやって追い抜けばいいんだ?ね。どうやって追い抜くんだっていう感じではあるけど、なんとか頑張りたいね。とりあえず、サバ缶を取らないと、ダメっすね。あと、玉ね。玉取りたいな。玉取りたいけど、これこっちから行くか。難しいんじゃない?こっちが。多分。OK? さあ、難しそうだけど、しっかりとくぐり抜けていって、いや、うまいんじゃない?うまいんじゃないかな。どうだい?14位に入ればいいね。14位。結構あれだな。やらせてくれるね。何回かプレイさせてくれるね。OK! マックスになったら、これを使う。これを使って、これがね、早いかどうか。あれ、金は取った方がいいのかな?金ね。金取った方がいいのかどうかっていうのもあるけど、サバ缶ガッツシガッツシで取っていって、やばい!抜かれそうになったら三角ボタンね。抜かれそうになったら三角ボタン。金がね、いっぱいあるけど、これ、取った方がいいのか?さあ、くぐり抜けていって、難しそうだけど、ここ多分絶対行った方がいいね。やばい!押された!サバ缶早く集めよう。サバ缶早く集めて、いけいけいけ!間に合え!頼む!間に合ってくれ!うわぁ!危ねえ!ギリギリだ !13 位か!あぶねえ!抜かれそうになったら、ボタンを押したら、なんか、追い抜き返す。アタックみたいなのができて、それが成功するとスピードが速くなると。で、スタートダッシュで多分それをやるんだ。あ、映ってる映ってる、コンタマ。赤い文字でね。なんとか映りたいけど。いいね。各回で写真撮影があるのはいいですね。素晴らしく。あと、エモートの概念もあるからね。エモートなんてちょっとしてる余裕全然ないけど。エモートの概念もあるみたいですね。で、これね、あれです。無料ゲームですね。無料ゲーム。無料ゲームで明日10月3日にスイッチ版がリリースされるということで、これ、絡みたいね。いて。危ない。よいしょ。あははは、全然違う方に行っちゃった。やっべえ。これガチやばいね。これガチでやばい。スタートダッシュしようと思ったんだけど、まあみんなだからそれを狙ってんだよね。失敗してしまいました。スタートダッシュに大失敗です。ボヨーンと言って、真ん中がいいかな、多分ね。真ん中が良くて。さあ、11位ね、11位。あの球欲しいんだよ、あの球。よっしゃーこれです。空中から行けるから、めちゃくちゃ速いんだ、多分。
めっちゃいける。おお、1位なんじゃないこれ。ガチで早いんだけど。きた。いや、これ取ると、や、全然違うね、やっぱ。スピード感が全く変わってくる。これ1位なんじゃない、ガチで。ガチの1位でしょ、これ。あ、これはダメなんだ。何を触ってよくて、何を触っちゃダメなのかが、まだちょっとあんま分かってないね。さあ、サバ缶もしっかり集めていきたいところですね。やべ、後ろからアタックされた。アタックされると遅くなっちゃうんだよ、多分ね。オッケーオッケー、ここ冷静ね、ここ冷静。落ちたら多分、良くないんじゃない？落ちたら。だから落ちないように、サバ缶も取りたいけどね。ただ安定した？安定した立ち回りですよね、6個。そろそろサバ缶ちょっと取っていかないと、ちょっと勝ち筋がね、勝ち筋がなくなってきちゃうから、さあ、ゴールも結構出てるか。ゴールも結構出てて、いやー、ダメかー、くっそーくっそー、ダメだった。いや、面白いね、面白いよ。コースも何個かあるからね。あー、ここでほら、ダメだった。妹、あー、妹もできなかった。あー、置いてかれた。置いてかれるんだ、これ。あ、ほら、妹できてる、妹できてる。泡吹いてね。いや、面白い。ちょっと、なんとか、あれだな、残りたいな。さあ、ということで、マグロのマットをつけてきました。マグロ、いいでしょ。ボロンボロンボロンってなっててね。いいでしょ。ここに並んでるから、ここに来て、ゴー！オッケー！スタートダッシュ成功！まずはスタートダッシュ成功。さあ、そしてサバ缶ね。サバ缶が重要なことはもうよく分かったんで、あとインコースも大事なんだろうね。インコース。インコースも大事。で、これがっつり、あー、これ当たっちゃダメなやつだったんだ。当たっちゃ、このチャージなんだろう、チャージ。なんかがチャージされてんだけど、いまいちね、何のチャージかがわかんないね。あと、裏も見れるんで、まあ、マリオカートみたいに裏を見たりとかするのも大事にはなってくんだろうな。あ、これ、しばらく使えないってことだ。わかった。連打はできないんだ、連打は。連打はできないようになってる。やばい！連打できないようになってるから、このアタックが連打できないんだ。アタックは成功すると早いけど、失敗したら連打できないから、しばらくアタック使えなくなっちゃうってことだ。なるほどね。深いね。深いですね。じゃあ、サバ缶をしっかり集めていきたいんでね。オッケーオッケー。だから、むやみやたらに撃っちゃダメなんだ。むやみやたらに撃っちゃダメ。いけるところで撃つ。いけるところで撃つ。さあ、マックスになったから、これ使い込んで、ガッツシガッチでいきますよ。ガッチガッチで。これやってる途中にいけんのかな？いけ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 。オッケーオッケー。で、ここアタック、あ、失敗したか。アタック、くそ。アタック、オッケー。アタック成功した今。これしっかり避けて、さあ、いいよ。後ろから来てるね。来てるけど大丈夫でしょう。これは。オーケー！ 6 位かな？ 7 位か。成長してるんじゃない？確実に成長はしてると思う。あ、なんだなんだ。なんかバグってるけど、ゴールしてるよね、僕ね。え、ゴールしてるよね。大丈夫だよね。オーケー！なんかほら、金色のやばそうな人いるね。やばいスキンの人。金色のやばいスキンの人も言いますよ。あ、前には行けないんだ。1位の人は座れて、2位の人はちょっと前に行けるんだね。で、他はそんな前には行けないんだ。はい、続いてバルーンジャンプ。あ、妹もするか、妹。ね。妹とかもほら、したいとかして。ほら、こんな感じで妹もできます。さあ、始まりました。ゴー！あ、失敗！スタートダッシュ失敗！で、そう、スタートダッシュさせないっていう立ち回りも多分ね、大事になってくるんだと思う、おそらくね。そんな感じがします。で、しっかりサバ缶取って、ボヨーンと跳ねて、いいよ。ボヨンボヨンスペシャルで、ね、アタックさせない立ち回りも大事になってくると思うわ、これは。きっと。で、ここショートカットして、いいよ。ここショートカットゾーンなんだな。はいはいはい、ショートカットして、オーケーオーケー、分かってきた分かってきた。で、氷か。いや、でもこれいいんじゃない？これ中から行けてよかったと思う。後ろからは来てない。うわー、それショートカットうまいな、今の見た？ちょっと見えにくかったと思うけど。なんかめちゃめちゃガクガクしてない？バグってないよね、大丈夫だよね。このバルーン当たった方がいいのかな？あ、バルーン当たれず。サバ缶集めていかないといけないんだけど、サバ缶集めるのめっちゃむずい。アタック使えた！オッケー！アタック使えた！いや、でもサバ缶が、サバ缶がガチで集まらない。よいしょ。後ろからも来てるけど、やばい、アタックされたね。これ間に合うか、マジで。
いや、サバ缶一回も使えてないもんね。そこが問題なんじゃない？ここ取って、あと2個、あと2個取れ。オッケー！あと2個取ったらこれ使って、追い上げろー！オッケー、間に合った！ベリーナイスー！ 8 位か。8位か。で、さっきは、3回戦の途中で落ちちゃったんでね、決勝戦まで行きたいね。多分、3回戦やって決勝戦なんですよ。だこの次生き残れば、まあ、記録更新と。いうところになると思います。さあ、来ましたね。うまい人、あの金の人はどこにいるんだろう。金の人。そこのスタートラインちょっと見たいけど、後ろからスタートした方がいいんだ、これ。わかった。の方が、要は2回ワンチャンいけるってことだ。ワンチャン2回いけるんだ。ね。そういうことだ。なるほど、なるほど。これ勉強になるね。うまい人のやつを見るのは。でも、なんでこの地点でこんなに差がつくんだ。ね。そんなに差がつくポイントあったか。ああ、ここ取らないといけないね。ここちゃんと、ちょっと避けてでも取りに行かないといけないね、多分これ。で、これ絶対こっちの方が早いんだよ。絶対こっちの方が早いからこっち行きます。絶対こっちの方が早いからこっち行って。で、アタックとかされちゃったらもうダメだから、ダメか。よいしょー、よいしょー。ガッツシガッツシで。いや、悪くない、悪くない。全然悪くないよ。あ、マックスになってるわ。マックスになってたから、がっつり使わせてもらって、さあ、サバ缶も集まってる、サバ缶集まってる、サバ缶集まってる。オッケー。押せ押せ、オッケー。うわー、押し込まれて。ただ、サバ缶、サバ缶、オッケーオッケーオッケー、いいよ。全然いい、全然いい、全然いい。ここの操作、めちゃくちゃむずい。なんだ、この操作。めちゃくちゃ難しい操作が入り込んで、サバ缶なんとか集めたいね。後ろからは誰も来てない。サバ缶取って、いいよ。抜けないけど、いや、でもいいんじゃない？どう？ 9 位か。いや、ギリギリやないかい。いや、でもよかった。決勝戦に初めて残れた。やったー。めちゃくちゃギリギリだったけど、決勝戦に残れました。やっぱこの人ですよね。この金の人がやっぱ一番うまいわ。このスキンがやっぱり、あれだもん、豪華だもんな、明らかに。ただ、映ってる。ほらほら、映ってるね、僕。映ってます、映ってます。確実に実力上げてきてます。さあ、アクティビティファイナルって出てるね。アクティビティファイナルと出ていたので、で、これはもう上手い人を基準に、ほら、もう後ろにいるでしょ。だどんどん後ろに回っていくんだよ。オッケー！もう一回！もう一回！オッケー！いや、いいんじゃない？現状1位じゃない？オッケー！いや、誰かに攻撃された。いやでもサバ缶をしっかり集めて、ここはね、しっかりとサバ缶を集めて、よーし、分かってきた。サバ缶集めて丸、オッケーオッケー。いや、悪くない、全然悪くないよ。いいよ、むしろむしろいいです。これなんだ、いやほい。で、ここのキャラコンは失敗。むずすぎるでしょ、あれ。あれはむずいよね、さすがに。で、これいって、最悪最悪、これは痛いね。いや、でもいいよ。うまいよ。普通、うまいと思うよ。全然いい。全然上手じゃん状態で。あー、ここ引っ込まれちゃうか。じゃあ、ここはサバ缶をしっかり集めて。でも、もう間もなくだよね、多分ね。いや、どうだ、やったー、最後、ギリギリ、やった、完走できたんじゃない？やった！ 1 位じゃ、1位じゃないけどね。1位じゃないけど、一応だから表彰台に、表彰台に立てるってことでしょ？ファイナルに残って7位なんで。うわ、こうなるんだ。かっけえ。いや、でも僕もいるんだよね。どこにいる？黄色だよ？マグロ。あ、いるいる、マグロのアイコンいるよ。やったー！ 7位！めっちゃポイントもらえるじゃん。7位以上は結構ポイントもらえるんだ。何か分かってないけどね。やったー、ベアリーライサー残りました。嬉しい、完走できました。いや、結構最後良かったもんね。ちょっと途中つまずいちゃったけど、最初の方とか1位だったもんね、普通にね。いや、ミスなく行ったりとか、あとコースを理解して、ちょっとショートカットとかさ、多分サバ缶使うタイミングとか、いいタイミングとかもあるだろうし、テクニックを覚えていったらだいぶ早くなりそうな感じしたな。それこそスタートダッシュとかね、
後ろからスタートした方がいいっていうのは、そうなんだよね。最初一気にスタートダッシュして、もう一回、二回目もスタートダッシュできる可能性あるから、ポジショニングも大事なんだよね。ね、これでなんか上がっていったらシーズンパスみたいな感じで、スキンがもらえたりもしますよっていう、そんな感じみたい。7位、8位、9位、7位。素晴らしいですね。はい、ということで、今日はこれで終わりたいと思います。面白かった、楽しかった、またやりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。